今から130年前、日本で初めての近代的な下水道として作られた神田下水が公開されました。今も現役で使われている下水道の中はどうなっているのか取材しました。神田駅を挟んで南北に走るこの道路の下に、130年前に建設された下水道、神田下水が流れています。神田下水の中にやってきました。管の大きさは身長175センチの私が身をかがめてようやく通れるくらいの大きさです。今も現役ということで下水が今日も流れてきています。今回の特別公開は、今も稼働している下水道技術を身近に感じてほしいと開かれました。中を覗いてみると、特徴はこのレンガ造りです。卵を逆さまにしたような綺麗なアーチ型をしています。これは流れる下水の量が少ない時にも流れやすくする工夫です。この神田下水が作られたきっかけは明治15年1882年のことでした。神田地域を中心に伝染病のコレラが流行し、5000人を超える死者が出ました。このため衛生環境の改善策として、1884年から2年をかけておよそ4キロメートルが作られました。工事費は当時のお金で8万円、現在の換算にするとおよそ8億円が投入されました。このうち600メートル余りがレンガ積みで作られ、現在都の史跡に指定されています。建設された当時の姿をそのまま残しております。現在の状況を保ちながらですね、耐震ですとかニーズにも応えながら適切な維持管理をやっていきたいというふうに考えております。23区では1995年に下水道普及 100% を達成しました。その始まりとして作られた神田下水、関東大震災や東京大空襲にも耐え、今もしっかりと神田の人たちの暮らしを支えています。日本初の下水道は明治の初期に横浜や神戸で外国人の居留地に作られたものがありましたが、日本人が設計し一般の人が使うために作られたものは神田下水が初めてだということです。都の下水道局の担当者は、普段は目につかないものですが衛生管理を日夜支えていることを思い出してもらえれば嬉しいと話していました。